それではですね、短い時間ですので早速中身に入っていきたいと思いますが、先ほどああいう成果を上げられた成功要因というふうに出されましたけども、私の方から見た影の成功要因というのをいくつか最初にお示ししたいと思います。ですね、北六甲台小学校さんで最初に驚いたのは、逆年功序列というか ICT に得意な若手がまずは使ってみるのではなくて、最年長者から ICT 活用の公開授業を実施しようということで、まず見本となった方が一番の年長者、そしてですね、このデジタル教科書の、付箋も最初は剥がせないようなたどたどしい状態から、見本を見せてですね、それでどん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 若手に、見本となる授業を見せて、若手に引き継いでいったというところが見られます。でそれでまず全員、こういう活用をしようという、底上げが出されたというのがまず最初に、訪問した時のインパクトある、内容でした。そしてですね、で何回も規定の回数よりもたくさん行ったんですが、やはりどの学級を見てもですね、やっぱり途切れない学習規律、向こうで研究授業をやってるんですけど、こちらの横の学級は本当に、与えられた課題をもう黙々とやってるんですね。でそれを支えるのはもちろん先生方の日頃の努力かなと思うんですが、いつ行ってもきれいに、きっちり、してまして、これはなんか空き教室なんですけども、このような状態です。で掲示物も、もちろんしっかりしていますし、整理整頓がオープンスペースの中にも、取られているという、これが年中1年間継続できるっていう、先生方の日頃の、学習環境の整備になり、教材研究の、基盤があるなというふうに思います。でさらにですね、これも特徴的なことかなと思うんですが、ICTE っていうものを作ってですね、各学級に子どもたちにどん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  ICT をデジタル教科書の研究ではありますが、子どもたちにどん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 その準備とか操作っていうものをさせているって、子どもたちを信用して、児童にシフトしていってるっていうところも一つのポイントになるかなというふうに思います。これ本年度ですけども、とうとうなんか会社になったみたいで、 ICT 係ではなくてコーポレーションになったりします。であとは柔軟な対応、幅広い関心、1点だけですけども、例えばアドバイザーの皆さん、なかなかこうアドバイスしても学校が聞き入れていただけないというようなことってたくさんあったかなと思うんですけども、北六甲台小学校さんは非常に柔軟でして、やっぱりデジタルだと一瞬に消えてしまいますから、やっぱり履歴って必要ですよねっていうと、もう次の次回行けばもうその、アナログの部分の履歴とか、これコメントなんかはそんなデジタルでやらなくても付箋で十分ですよねって言ったら、こういうことをいうふうにしていただいて消えるということで、本当にちょっとした、アドバイスが次回の訪問時に効いているっていう、そういうところが見て取れます。そしてデジタル教科書とは全然関係ないんですけども、で情報モラルとか先生 できますかっていうような話があって、ああやりますよって、関係ないですよねと言いながら、じゃあ見本を見せてくださいって、これ私が顔半分だけ写ってますけども、情報モラルのモデル授業を実施しているところで、非常にその、研究テーマにとらわれず幅広い関心があったというところもポイントかなというふうに思います。でちょっとまとめますが、一応このテーマで始まりました。デジタル教科書の活用で基礎学力の確かな定着を図るということで、デジタル教科書以外にも、フラッシュ型コンテンツを使ったり、自作のデジタル教材を作ったり、これちょっとあえて紙の方を持ってきましたけども、算数の数を数える授業のために、ペンギンの数がデジタル処理によって増やされているというワークシートですけども、それぐらいまで、自分たちで作成できるというものです。であと実物投影機のみやデジタルテレビの独自機能を活用した、機器の操作なんかも行っていまして、デジタル教科書活用を中心として提示するっていうところの、研究をかなり、積み重ねられたと。でこれにだけには済まず、やっぱり子どもたちには使わせたいですよねということで、学習コンテンツの個別利用の授業を実施したり、あとは実際に子どもたちの情報の、収集まとめ発信という手段にも、活用していったり、さらに創作的な活動での利用をしたりということ で、デジタル教科書活用というテーマがありますから、報告書にはそれしか上がってませんけども、これをきっかけとして ICT の活用に関して幅広く広がったという、そういう部分が見て取れます。さらに加えてですね、もうフューチャースクールばりにタブレット端末がオープンスペースに置かれ、さらにそれの中にいろんなコンテンツを入れて、子どもたちの情報を、閲覧したり発信したりするツールとしても使っているということで、かなりの発展性がこの2年間で見込めたんじゃないかなというふうに思います。
ただしそれにとらわれるんじゃなくて ICT の特性を理解した上で情報手段を選別している、授業をするためにこれがいいベストな手段だっていうものを考えている、まあ、わざわざタブレット端末を使わなくてもこのワークシートを使ったり新聞記事の比較なんかはもうやっぱりアナログでやったりという、これは ICT 活用授業として公開したにもかかわらず使ったのはデジタルの時計だけという、まあそういう思い切りの良さもまあ見て取れます。はい、まあ、以上ですが、ICT の活用研究をきっかけとして授業研究が進んだ、その結果基礎基本の徹底、基礎学力の定着はもとより幅広い情報化を達成したというふうに言えるのではないでしょうか。以上です。